つれれぐさ第7弾「あだしの夏湯消える時なくジャンプ編」です。ホップ編、ステップ編と見てきた内容を使って現代語訳そして解釈をしていきます。では復習の「品種分解」からです。開かずおしと思わば千歳を過ぐすとも一よの夢の心地こそ攻め住み果てぬ世に醜き姿をまちえて 何かはせん命長ければ恥をし長くともよそじに足らぬほどにて至難こそ目安かるべけれはい、えー、ステップ編3でしっかりと文法そして語の意味を確認できた方にとっては現代語訳は比較的簡単なはずですよ。かず推しと思わば。 もし私たちが寿命に満足せず命を捨てがたいと思うならば千歳を過ごすともたとえ千年を過ごしても人よの夢の心地こそ責めそれはたった一夜の夢のように儚い心地がするだろうはい。 もし私たち人間が寿命があってもあっても足りないもっともっと長生きしたいと思うならばたとえねものすごく長生きして千年を過ごしたとしても結局はたった一夜の夢のように儚い気持ちがするだろうと、えー、この第8章でつれずれ草を集中的に勉強なさっている皆さんこの あってもあっても満足せずにもっともっと欲しくなるこのような話の流れどこかで聞いたことがありませんかそう第一弾です人間は欲深いものだ冒頭部分願わしかるべきことこそ王冠めれ。 ね、人間の心の本質をぐさっと指しているあの文ですけれども今回ぐさっと指しているのは寿命についてのの私たちの欲ですはい人間というのは結局長い寿命を持ったとしてもね命の儚さを感じてしまうものだと言っているんですね。さあまだ続きますよ。住みててぬ世に醜き姿を待ち得て何かはせん いつまでも生き続けるこ,とはないこの世に年老いて醜い姿になるまでそれを待って手に入れて何になるだろうかいや何にもならない。吉田健康が言うにはどうせ私たちの寿命はいつか終わるわけでいつまでも生き続けるということはない。こんな世に年老いて醜い姿になるまで。 長生きしたとしてそれが何の意味があるのかいや何の意味もない。というわけですね。簡単に書いておきましょう。寿命がある以上長生きにははさほど意味はないじゃあねなぜここまで言い切れるのかもう少し話を読み進めましょうね。命長ければ恥を押し命が長いと恥をかくことが多くなる。 長くとも、よそじににらぬほどにて死なんこそ目安かるべけれ、長くても40歳に足りない頃の時に死ぬようなのがまさに見苦しくないだろう。この「つれづれ草」を書いた吉田健康の生きた鎌倉時代貴族の平均寿命は40歳から50歳と言われています。 40歳を過ぎればもう十分に死の近づいた老人と見なされていたわけです。というわけで吉田健康が伝えたいことははいこういうことです。完全にに年をるる前に人間は死を迎えるぐらいでちょうどよいで、えー、多くの人の感覚では長生きする長寿であるということはおめでたいこと素晴らしいこと良いこと。 と思うわけですけれども、吉田健康はこのように的厳しい意見を述べていますね。えー、かえってですね、このことによりまして、吉田健康は年を終えることを非常に恐れている、嫌なものであるとみなしていることがわかります。見てください。係り結びの法則あるでしょ。う。だから教員のかかり結びですよ。 書き手の吉田健康の主義主張がぎゅっと詰まったこの一文いかにね年を得ることが良くないと考えているのかが伝わってきますよねじゃあねどうしてここまで彼がこのように述べるのかもし長生きした場合こんなことが待っていると次のジャンプ編の4でお話が続いていきますでは ジャンプ編3復習の音楽ですよ。開かず惜しと思わば、もし私たちが寿命に満足せず、命を捨てがたいと思うならば、千歳を過ごすとも、たとえ千年を過ごしても、人よの夢の心地こそ責め、それはたった一夜の夢のように儚い心地がするだろう。住み果てぬように醜き姿をまちえて 何かはせんいつまでも生き続けることはないこの世に年老いて醜い姿になるまでそれを待って手に入れて何になるだろうかいや何にもならない命長ければ恥多し命が長いと恥をかくことが多くなる長くとも長くてもよそじに足らぬほどにて死なんこそ目安かるべけれ。 40歳に足りない頃の時に死ぬようなのがまさに見苦しくないだろう。「つれずれ草第7弾」「嵐野の,のつゆきをるる時なく」ジャンプ編以上です。